お疲れ様です。銭型平時システムでございます。9月7日なんですけども、今118ドルの555ということで、おそらく10月のどこかで120ドルジャストになるのかなと見通しております。で、えー、出金買取申請ってところがありますので、こう押してみますね。要するにキャッシュアウトです。キャッシュアウトするときの条件が100ドル以上かつ 10ドル単位なんで120ドルになってキャッシュアウトするとちょうど気前がいいのかなと思いますねで出金履歴は配当等で銭を NFT を購入した履歴も表示されますとなるほどねはい振込額は出金申請からの5%の手数料を差し引いた額ということなんで結構引かれますねうんだから何と言いますかね 1>, 1万5000円ほど入金して、ここまで9ヶ月、まあ、おおむね来月120で出すとすると10ヶ月なんですけども、まあ、ほぼプラマイゼロというね、うん。いや、これはやっぱりそろそろ撤退を考えてもいいかなと思いますね。まあ、らちが開かないというか、私もこの活動してないところもありますけどもね。うん。で、こちらの無料のビットコインに、 集中した方がいいかなと思ってます、うん、例えばここに120あって1万5000ぐらいでしょ ?1 万5000をこっちにぶち込むってことも別に考えていいわけですよ。まあ、そんな感じでね、えっ、ー、と、全員型ヘッジシステムを、まあ、ここまで皆さんと一緒に見てきたんですけども、まあ大体1年をめどにね、どういうふうに身の振り方をしようかなというふうに考えていたところもありますんで、まあ10月ぐらいに何らかの方向性を決めようかと思いますね。 まあ今決めてもいいんですけども、うん、まあ、せっかく118ドル555まで来たんで、まあ無くなってもいいんで120までちょっと粘ろうかなっていうところですね。はい、全員型平時、とっざーんでした。